ジャンクすぎるやろ。視聴者さんにですね、あの餃子いただきまして、こいつを焼いてみようかなと。よく鉄板で餃子焼くと焦げるって言うんですけど、こいつだいぶシーズニングして育ててあるんで、多分大丈夫じゃないかなと思うんですよね。作り方を教えてもらいまして、まず油を引かずに水を3分の1ぐらい入れると。こんなもんかな、こんなもんかね。あれあれ、あ、忘れとるよ。なんか茹でるじゃないですけど、この状態で火を通すらしいですね。ラーメン用バラチャーシュー、完全に手抜きやね。余分な水を捨てて、で捨てたらようやく油と。ちょっと飲むね、ちょっと分からんけど、で一回火をつけると揚げ焼きみたいになるね。放っとくと危ないんで、このついてはないと思うんだけどな。さんざんシーズニングしたからね。普通ね、鉄板でやったら一発で終わるよね、こういうのね。おー、めっちゃ上がってる。皆さんこんにちは、亀ちゃんです。また海で昼から飲んだくれております。今回は初めて訪れた富山県園気山キャンプ場動画の続編で、昼飯は県内で某人気ラーメン店を営む視聴者さんからいただいた餃子をつまみに、設営で消費したカロリーを補充しております。今回の動画ほぼ全編が飯テロになっておりますんで、お腹が減っている方はぜひ自己責任でご覧いただけたらと思います。それではぜひ最後までご覧ください。米いるな、米欲しいな、これ。今回はですね、まあ開けますけど、 0.15 今回は 0.5 号ですね。 0.5 号って難しいんですよね。バーナーでやっても焚き火でやってもやっぱり火加減がすごく難しいです。もう多分少なすぎて焦げやすいんですよね。で蒸気炊飯でどうなるかちょっとやってみようかなと思います。乞うご期待。スノピのクッカーで蒸気炊飯するのはこれが2回目ですが、ちょっと柔らかいですけど焦げるよりマシかなと。難しい 0.5 号でも簡単に、そして美味しく炊き上がります。で次にやるのはこいつをこいつを入れて、ちょっとニンニクまみれのチャーシューも入れて。ジャンクやな。ジャンクすぎるやろ。次はこれをレンジアップすると。すべてがレンジアップされているはず。いただきます。あっ、これうん、強迫や、強烈や。ごちそうさまでした。おはようございます。食って飲んで昼寝してたら強烈な喉の渇きで目が覚めました。まだ昼みたいに明るいですけど、時刻はもう5時を回っています。
暗くなって虫が寄ってくる前に今回も焚き火下のキャンプ飯を作っています。最近大ハマりですね。で、持ってきた焚き火台は忍者ファイヤースタンドソロです。これで使用3回目なんですけれども、未だ本来の用途であろう UL スタイルでね使ってあげたことがありません。まあそれだけ焚き火下の調理が楽しいっていうことなんでしょうけれども。で、このメタルマッチなんですけど、ここ最近ですね、火花の出がすごい悪いです。あれ？ミスここまでやってミスる。何の味もね。ということで、プライムデーで頼みましたんで、到着楽しみにしております。この黒いのはメタルマッチ吸った時の焦げですね。まあ一応吹けば取れます。マッシュルデビューなこれ。忍者ファイヤースタンドの限界を引き出すね。ピザを作ろうかなと。ここにこいつらを入れてく。で、これに、チーズをアジャストすると。おー、うまそう。すぐでうまそうなんだが、タバスコ持ってくるの忘れたけど、ちゃんとね、バジルも買ってあります。めっちゃいい匂いする。かけすぎかな。バジル好きなんで。いきますか。で、ドリアやった時にこいつじゃちょっと高すぎたんだけど、ピザならね、むしろ近い方がいいのかなと思って、灰が落ちんのも確認済みなし。速攻で焼けそうだけど大丈夫かな。あ、焦げているスタカビール。めっちゃ熱いぞ。じっくり焼かんとダメやな。食べてみる前か、これ。まずここは取れるかどうかや。これは取れそう。ここは取れると。うまくいったんじゃない、これ。うまそうじゃない、めっちゃうまそうやけど。切ってみよう。ちょっとコロコロ持ってこんな。めっちゃいいがなってないけ。あ、いいよ。めっちゃいいよ、これ。ちょっと食ってみようぜ、これ。めっちゃうまそうやけど。めっちゃうまそうやけど。うまい。うめえ。ちょっと焼きすぎかなと思ったんですけど、でもこれぐらいじゃないとアスパラに火通らんもんね。しかもこれミニアスパラにしておいてよかった、てかすげえうまい。これやばくないですか、この暴力的な見た目。いただき。
手を抜いて作るっていうねスタイルは変わっておりませんが、このまま食ってもうまそうやけどね。ピザパーティー癖になりそうやなこれね。そして刻みのりかけすぎじゃないか、さすがにかけすぎではなかろうか。そしてピュアセレクトマヨネーズ、ビービー、よしではいってらっしゃい。結構熱いんやね、巻き焦げとるぞ。自分にアジャストするとかだったらハイパーうまそうやけど、うわすっごい。いただきます。うん、うまい。こんな簡単にピザ作れるのはいいよな。おはようございます。この動画2回目のおはようですけど、いやピザパ控えめに言って最高でしたね。夏になると暑くてキャンプ自体敬遠される方もいらっしゃると思いますけど、海辺のキャンプ場でテント張って夕暮れ時にビール飲みながらピザを焼くっていうのは何とも贅沢なチルタイムでした。そして今回初張りしたパンダ専用タープシルスですけど、サイズ感といい、影の濃さといい、設営の手軽さといい、パンダユーザーにはもう救世主のようなタープじゃないかなと思います。もうこれからレギュラー確定間違いなさそうですね。ちなみになぜかめちゃくちゃアリにたかられてます。多分100匹ぐらいテントにいるんじゃないかなと思います。お菓子とか食ったわけじゃないんですけどね。で、心配していた毛虫は1匹も落ちてきませんでした。これは多分川沿いじゃなくて海沿いのキャンプ場だからかもしれませんね。まあこの時期暑さだけじゃなくて虫が気になりますから、しばらく標高が高いところか海キャンプかの二択になるような気がしています。ということで、最後の最後にカートが壊れましたけれども、何とか直して荷物を運びました。今回の動画は以上になります。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。各種 SNS やっておりますので、できたらそちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。バイバイ。